か。うわ、しまった。ここから先に進めそうにないや。それはどうかしら。おけた。先に行ってるね。ミーはそんなの思いつきもしなかったよ。ここにしばらく住んでると瓦礫に慣れてくるんだよ。ほら行こう。家はもうすぐだよ。我が家へようこそ。大した家じゃないけど、楽にしててくれ。わー、ここにあったー。何が？はい、これ、受け取って。うわー、羽？光ってる。うわー、羽だ。端っこが黄色く光ってる。偉大な預言者の聖なる羽さ。そうなの？うん。あの人がお父さんの昔知ってたおばあちゃんなの。おばあちゃんはね、羽が暗いところで光るし、未来のこともわかるんだよ。すごい。とか、まあそんな感じね。おばあちゃんは死ぬ直前にお父さんに羽をあげたんだ。お父さんはこれを家宝として下の代に受け継がせようと思ってたみたいだけど、ニコの方がふさわしいと思う。え、そのもらっちゃっていいのかな？本当にいいの？当たり前。父さんもそれは望んだと思う。ありがとう。住む場所なくなっちゃうって言ってたから持っておいた方が。ねえ、あの兄弟が持っておいた方がいい気がするけど。輪郭が輝く長細い羽。家に帰れてよかった。かわいい。あ、ところで太陽はどうしたんだ？遺跡にいた人に貸した。太陽を感じたいって言ってたんだ、最後に。ああ、メイズのことかな。知り合いなの？それがあのお姉さんの名前？あの人はとても強い。植物の精霊なのさ。昔は渓谷を守ってたんだ。でも、太陽が死んでから体調が急速に悪化した。そっか。手遅れになる前にニコが見つけてくれてよかった。助けるにはもう手遅れだと思う。一度太陽を見ることができたみたいでよかったよ。その強い精霊さんが死んじゃったらさ、どうなるの？ここは広いね、この家。立派だ。ぬいぐるみだ。あれ、私の。去年お友達がくれたの。よかったね。この人も狐を飼っててね。しかも喋れるの。ほい。狐が？びっくりやね。あんなの生まれて初めて。それで視点の日に狐のぬいぐるみをくれたの。いい人なんだね。最高のお友達よ。釣り竿。ニコ、お魚は好き？うん。私たちも。シチューに入れると美味しいの。トイカスープ。ミーの世界では生で食べるのが好きな人もいたんだ。ゲーだよね。あ、本の表紙にクローバーのシンボルがある。ねえ、これって、あ、俺の本じゃないか。まだ研究しようってないんだ。なんか研究してるの？友達がくれた。というか、その友達が書いたものなんだよ。字の読み方も教えてくれた。どっかにそいつの本があと何冊かある。早く読み終えないとな。
3日も家を空けてね、妹ちゃんを探してたから腐っちゃったんだ。地下茎があまり早く広がらないといいけど。だね。これはもう倒し方はわかんないしね。あれ、あ、ここお庭なんだ。洗濯物干してる。待って、中庭の方に行くのを見かけたの。私も一緒に行く。俺も。あ、そろそろ取り込まなきゃ。中庭ボール、これ私の。全然跳ねない。あ、煮物、私はどこかに繋がってたんだね。そう、聖域にね。もうずっと行ってないな。今はもう行く手段がないだろ。ボートはないし、俺たち泳げないし。それに聖域って何？ああ、みんなが埋葬されてる場所。時々お母さんに会いに行くんだ。お墓だけどね。お父さんもいるのかな。どうやって行ってるの？ボートはないんだよね。ああ、お友達に助けてもらってるの。空を飛ぶ機械を持ってるんだ。たまに連れてってくれるのよ。でもそいつとはしばらく会ってないんだ。いつ戻ってくるかな。またお母さんに会いたいな。よし、手が空いたようだな。ラムの世話は手伝ってくれないか。お礼にすごいものをあげよう。本当だ。よろしい。南の方に半島があって、そこに僕の飼ってるラムたちが住んでいる。うん、あの子たちはみんな間違った場所にいる。手のもっと濃いところに移動させてやる必要があるんだ。え、もし足の踏み場がなくなってしまったら、ベルを鳴らすとラムが元いた場所に戻る。幸運を祈ります。どこに連れてくの？南に。全ラム類に大きな貢献をしてくれた。お礼にこの上質なラムゲを、ラムゲ、ラムモを受け取ってくれ。ありがとう。何？あまり役に立たない。そんな、頑張ったのに。すみません。ラムゲ、取ってください。物々交換したいものがあるんだ。羊毛は引き取ってくれるよね。何と交換してくれるの？羊毛だって？それなら、この瓶に入ってる素敵な、実は何なのかわからないのさ。
そんなわけのわかんないものと羊毛を取引すんの？布染料かな？え、嫌って言ったら違うのになんの？染料？染料なんて必要かな、でも。あ、ペンが欲しいんだよ、ペン。もしかして値切って欲しいの？いや、違う違う。違う。なんてこった。神様と物々交換してるってのをうっかり忘れてたぜ。オッケーオッケー。それならこの記念 T シャツも着けよう。え？いらない。そういう意味じゃなくて、ちょっと取引を考えさせてほしいだけなんですよ、私は。あ、よかったよかった。じゃあまたの機会にだな。なんかね、開通できるところがあったと思うので、こと、あと、ロボットがいたところだったかな。あ、ここだ、ここ。あ、違った。ここに閉じ込められてた。何もないね。四角いやつはの正体は何なんだろうね。そして私のデスクトップが気づいたら真っ黒になってるんですけど、元に戻してくれないですかね。怖いです。どうしよう。ゲームどかしたら死ねって書いてあったらどうしよう。怖いよ。え、ベッドだ。ここで寝れる？ちょっと歩き疲れたな。お昼寝してもいい？いいよ。おやすみなさーい。ゲームが落ちました。強制終了だったんだ、これ。そうか。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。